エルカチャンネルのショーです。車がムーブに変わりましたので、以前ブレイザーにも貼ってたように、後ろにですね、後ろ自分のチャンネル名の、カッティングシート、ちょっと見づらいですけどエルカチャンネル、それと YouTube、そして今回は水木奈々さんのこのロゴを貼っていきたいと思います。さあ、脱脂も終わりましたので貼っていきたいと思うんですけど、水木奈々さんのロゴパターン違いで2つ作ったんですけど、失敗したなと思ったのが黒で作っちゃったってことなんですよ。多分貼ると見えないんじゃないかなとは思うんですけど、これどっちか貼りたいと思います。ひっついてないぞ。なんでだ。出したんだ。ちょっと出汁が足りなかったみたいで、今これ剥がすときに一緒にひっついてきました。くっつくのはくっついたんで大丈夫と思います。次はどうかな。あ、こっちも剥がれるな。エルカの E か、これがちょっと怪しかったんですけど、まああとは全然なんとか良かったです。さあ、ラスト水木奈々さんのを貼るんですけど、どっちがわかるかな。まあ、やったけどこっちを貼ってみようと思います。あ、本気でやっぱ分かんない。やっぱこの状態にすると全然分からない。
意外に。あの意外にこれ剥がしちゃったら、まあね、こっちのあのチャンネルとかの名前の方は白で作ってるから見えるのは分かるんだけど、意外と黒も見えないことはないね。はい、じゃあ出来上がりを見てください。こちらどうでしょうか。エルカチャンネル、そして YouTube、 そしてこっちがちょっと見えないけど水木奈々さんのロゴの方が出来上がりです。やっぱ塩かなんかで作った方が良かったですね。こっちが目立っちゃうから全然これわかんないね。はい、ではそういうことで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。